ランハッピーは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバである。主な勝ち倉は2015年のブリーダーズカップ、スプリント、キングズ・ビショップ・ステークス、マリブ・ステークス。キングズ・ビショップ・ステークス優勝時2012年3月4日に、誕生。2010年のケンタッキー・ダービーは、スーパー・セーバーの初年度3区の1等に当たる。2013年9月のキーンランド一切馬セールで、 ジム・マッキング・ベールによって20万ドルで落札された。2014年12月にデビューガジを収める。しかし、年明けのルコント・ステイクスでは11頭立ての吸着と惨敗を喫すレース後に、頸骨の骨折が判明して、休養に入る。その間、距離試験マッキング・ベールのレーシングマネージャーである、ローラ・ウォーラーが、ヒューストンで、マッキング・ベールの本業である。 家具小売業の仕事に従事するため休業し、開業3年目で、勝利経験もない女性長教師のマリア・ボレルの下へ、同オーナー所有の3頭と共に預けられた。復帰後、アロワアンス競争を連勝。初の一戦級との戦いとなった、キングズ・ビショップ・ステークスで4馬審査の圧勝劇を演じて、G1 馬となる。馬主のマッキング・ベール。 状教師のボレルにとっても初の G1 制覇となった。秋はキーンランド競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリントで1分8秒58のトラックレコードを樹立して優勝。ボレルの方針により、天馬屋以来ラシックスを使用してこなかったが、ラシックス未使用のお馬が、ブリーダーズカップのダート競争を制したのは21世紀になって初であった。しかし、その翌日に、 ババイりの是非をめぐり、ボレルとウォーラーの間で口論となり、それが直接の原因となって、ボレルが解任され、再びウォーラーが調教師として、直接管理下に置くことになった。この背景には、当時、ボレルが土地の賃貸に関わる金銭トラブルを抱えていたことがあった。なお、ボレルは、翌年には牧場に馬を放置したとして、第二級動物虐待罪で告発されている。 採点馬や初戦のマリブステークスも3馬ハン差で圧勝し3歳シーズンを締めくくった。この年は短距離 G1 を3勝の活躍でエクリプス賞最優秀スプリンターに選出された。2016年はマイル戦に挑戦したが復帰初戦のアックアックステークスで4着に敗れ、ブリーダーズカップダートマイルも8着と振るわなかった。ブリーダーズカップダートマイルの結果次第では、 翌年1月に新設されるペガサスワールドカップへの参戦プランもあったが、これを断念して現役引退が決まった。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。2017年からクレーボーオンファームで種子バ入りした。初年度の種付け料は2万5000ドルに設定された。ありがとうございます。